2017年4月の3日、藤子ちゃん無料バブルコースお願いします。気持ちいいね、藤子ちゃん。次2位の日お願いしますね。なんか店長に言われたの、あの6日に岐阜に泊まりで連れて行くのよね。じゃあ前日とかだったらなんか感想とかで言われるかなって言われたかな。そうですね。ショー出るんだって。いやあの撮れたらすごい。私あそこに貼ってるあれが欲しくって。あのなんかどんな、はいはいはい、飾れますもんね、あれ可愛いから。藤子ちゃん撮れたらすごいよ。すごい。撮れたら結構みんな出るからね。でも女の子の方が少ないかもしれない。あ、そうなの。男女差は関係ないのかな。やっぱり上手なんやね。ね、こっちだともっとバタバタします。私もあの普通 の手洗うところじゃないですか、はい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 、あそこでブワー洗うもんね。平気よ、ちゅうじかちゃん。そうやね、ごめんね。気持ちいいやね。そうですね、結構お店のお風呂は好きな子が多いです。手入れてみてもいい？あ、大丈夫です大丈夫です。ぬるま湯ですね。本当に人が入ったらちょっと涼しすぎるかなぐらいの37、8度。でもこのぐらいでいいんや。全然大丈夫です。え、気持ちいいやこれ。でこのマイクロバブル自体がこの白いのが全部泡なんですけど、これが毛穴の奥まで入って汚れをかき出すような形ですね、うん、あの人間のあのお風呂の白桃みたいな感じだね。そうですね、雰囲気的には見た目とかはすごい近いと思います、うん、でマイナスイオンとかも一緒に出てるんで結構リラックスして入ってくれる子も多いですね。気持ちいいよね。よいしょ。お顔周りがねちょっと汚れてるの。そう、鼻ふふ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 ふするからね。ごめんね、顔ね。うん、ごめんごめん。で、14日はあの、あれレースに出るね。ああ、チューブレース、うん、結構いろんなとこ飛び回りますね。そう、よく回るためよ、ほんまよかったね、いろんな経験させてもらってね。気持ちいいやね。気持ちいいね。ね、あのね、はいはい、すっごい笑えねえけど、何何ですか。フェネットカフェさんについてた時に、ね、はいはいはい、うわーこうやってできたらホッとしたわってなったの、はい、自分自身が遊べるから。うちの近所にズーさんって言って、はいはい、あのヨンちゃんの、うん、これちゃんと撮れてるかな。ヨンちゃんのちょっと撮れてる。ヨンちゃんの、はいはい、あの朝の、うん、ジップさんの、うんうん、はいはい、そらちゃんってばあばわかります？あー、なんかいたかも。もこもこの、うんうんうん、でその子のペットショップがあるのよね。そうなんですか。奥の通りに、でそこでちょうど私は散歩の途中に空いてるから連れてったらいいわと思って、はいはい、フェネットカフェさんで猫タワー買ったら喜びますよって言われたの。短めのね、低めの、地低めの、うん、でそれここが近かったら全部私ネットで撮ったりとかしてるからあれなんだけど、うん、わざわざと思って、はいはいはい、でそれを表で見てて、中瀬カフェから入って帰ろっかって、もうその時にもワンワンがもうみんな待ってたの。はいはい、いっぱいおんねん、あそこ。賢いのよね、みんな、うんうんうん、大きいけど。はいはいはい、あっ、じゃあもうで、入って、わー、そらちゃんって言ってたら、そらちゃんがトトトトトと匂いがするやろ。うえーってなって、もうお客さん朝とかいっぱいおったのに。はい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 。ものすごいなって、でその声で周りのワンワンがもうびっくりして余計に来たら、うわーだったらもう私の指ガブガブって離されるなって、はいはいはい、じゃあもうお店とかすいません、全然そんなこと私が悪いんですって言ったらトリミングして忙しいのにやった。みんな大きい子をそっちに入れて、あ、そうやと思ったら、あの匂いかー、そうやね、あのそのウェイトカフェさんとか行った時にね、はいはいはい、一番最初は言ったな、
あれ私ここ来ても面白くないな、ペレットちゃん出してくれへんねって思ってたんよね。はいはいはい。ほんじゃあ30分経ったら鳴らしてから出しますのでねって言うから、あれがあったらどうもなかったんよ。そうね、鳴らす時間みたいなのは急にバッと合わせちゃうとパニックになる子は多いですよ。ワンワンとか猫ちゃんは普通どうもないもんね。そうですね、犬猫だと多分探り探りでいけるんですけど、結構フェレットはガッといっちゃう子が多いんで、全然知らない子にもパニックになっちゃうと多分そんな感じになっちゃいますかね。いいね、横で落ちたかな、落ちたかな、よいしょ、気持ちいいね。ブルブルしてよいしょ、気持ちいいね。はい。ね、あのさ、ショー出すのってね、はいはい、あのよく聞かないとダメ、あれ持っていかんとあかんの？移動用のキャリーで大丈夫だと思います。え、それでいいんかな。移動用のキャリーに入れておいて、普段は入れておいて、まあ、さっきみたいに抱っこして連れ歩いてても大丈夫だと思いますけど、私ちょっとなんか詳しい人に聞かんとあかんと思ったら、あのハンモックもね、はいはい、持ってきてくださいとかって書いてて、はい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 、はい、だってあの移動用のキャリーやったらハンモック、はいはい、ちっちゃいのだったらあのハンモックつけれると思いますよ。なんで本当に移動用の大きめのキャリー用意してもらって、中にハンモック、トイレ、お水、ご飯皿つけてもらって、うん、で多分その中で基本的には待機しててもらうとか、でもそういう形取られてる方がほとんどじゃないですかね。あ、大きいキャリーを買ったらいいや。そうですね、うん、かわいい、つかちゃんがかわいい、かわいい、よいしょ、このままドライヤーもかけちゃう。トイレ行ってたらね、待っててくれんねん。ここに入ってったぞっていうの待っててくれんねん。かわいい、すごい、いっぱいおもちゃあるね。そうですね、これちょっとお泊りの子たちが遊ぶスペースになるんで。あ、お泊りさんあるんや。お泊りさんです。お泊りさん、わ、犬と一緒やん。そうです、ワンちゃんのおもちゃリングの。私の時とじゃ、私ドライヤー足で挟んでブワーって。まあでもこういう大きいのがないとなかなか大変ですよね、変わらずの。すごい。そうですね、結構使えますね。私、家とくときこれだけやん。そっちは乾かすときがいいの？どっちでも大丈夫です、基本的には。私、結構大まかなところはこっちの方が、あの毛しっかり捉えられて乾かせるんで、こっちでやっちゃって、これが入りにくいところはこっち使います。で、ね、どっちでも乾かすときにそれ使ったらいいやん。そうですね、どっちでも全然、まあ大丈夫は大丈夫ですけどね。で、こういうとこだと、うん、こう曲線とかだと当たる面が少なくなるじゃないですか。で、乾きにくいんで、こっちの大きい方をバーッと当てた方が乾くの早いです、まあ、使い方としてはどっちかというと、このスリッパーの方は毛が抜ける用のブラシになるんで、うん、抜け毛の季節だとか、そういうのにこれで、ね、ちょっとずつ抜ける毛取ってもらうような。こっちだと、まあ、抜け毛ももちろん取れるんですけど、こう汚れ取る方が多分取りやすいと思います。だからちょっと汚れついちゃったら、ここでちょっとずつこうやって汚れを取るみたいな。ああの、逆さにしたらいいねんね。そうです、そうです。毛並みと逆に向けて、もうお風呂上がりだと根元まで乾くんで、ちょっと毛並みも逆に逆さ立てるようにして。そうなんや。やっぱり仕上がり逆にこう逆さにして乾かしたらふわっと仕上がるんで。怒ってる。こんなにね。これ怒ってんの？怒ってます今。
シューシュー言ってもやめてよって声ですね。あ、それ買って帰ろう、それ。あ、多分在庫が。それ私これ無料やから悪いから思って店長にこの間お姉ちゃんがおるときマーシャルさんのトンネルいただいてるから、はいはい、あれでレースが14日あれで 4.5 メーターって言われたから、はいはいはい、あちょうどここで2本後もらったらいいかと思ったら、はい、すいません明日なんです入荷って言われたから、これももしかしたら今在庫がなかったら入荷したらなっちゃうかもしれない。あったかな在庫、並んでるだけだから。まさかさに乾かしたらいいんや。そうです、根元までしっかり乾くんで、ね、そう、たまに乾いてない時があって。そうですよね、ごめんね、ちょっと頑張ってみる。上手にしてるね。慣れてるね、さすがやね。これ撮ってんのかな、これどうだね。そっか、そりゃそうやね、逆さにした方がふわっとなるよね。感じます、しっかり根元まで。すごい思いました、あれだけ一番怖がってたのが全部すんねん私完璧いや、強さんさー上手なんやわ。そうだね、はいはい。このバブルの、はいはい、バブルにつけるのと、はいはい、家で普通にシャンプーするのと何が違うの？やっぱりマイクロバブルの方が毛穴の奥の汚れはシャンプーより断然に落ちますね。しっかり毛穴の奥まで汚れをかき出してくれるんで、定期的に入れることによってやっぱりこう皮脂が出てくるのを予防してくれたりだとか、どうしてもシャンプーだと表面上の汚れだったり毛の汚れしか取れないんで、いいってちょこちょこ来てくださる方は多いですね。お風呂も正直月に1回ぐらいで全然十分な形なんで、そんな外散歩したらもう真っ黒やからもう毎日やわ、ね、シャンプー剤使わない方がいいですね。毎日入れちゃうんだとしたらなるべく毎日は正直入れない方がいいです。どっちかっていうと。あ、洗ったらね。皮脂が取られすぎちゃう。